ごい幸せな気持ち。はい、シナモンコーヒー。もう今日は朝起きた時からすっごい楽しみで、私の人生を変えたと言ってもいいぐらいすごくいい影響を与えてくれた映画についてご紹介します。インスタの DM だとか YouTube のコメントとかに、私の考え方だとか、どういう映画、本、人から来てるんですかっていう質問をいただくことが本当に多くて、なので今回は映画、そして見た後に前向きになれるような映画を7つ選んだので、それをご紹介しようと思います。どういう風に私の人生を変えたか、考え方を変えたかについても一緒にお伝えしようと思うので、楽しんでいただけたら幸いです。今自分がどうしようって悩んでることがある方にもすごい助けになるような、そういう映画を集めてみたので、ぜひ少しでもご参考になったら、早速入ります。 Let's get started。 1つ目、 Legally Blonde、 Cutie Blonde っていう放題なんですけど、何かこうハッスルが欲しいとかっていう女の子にはもう特に見てほしい2001年の映画で、でその2000年最初の方の映画ってイケイケでちょっとバカでっていう設定が多かった。この子もそういう設定ではあるんですけど、なんと一回昇進しまして、大失恋をしまして、でそこからなんと名門大学の法律系の学部に入ろうと決めるんです、心に。でそこからのね、すごくすごく一生懸命一生懸命勉強するんですよ。でもともと美容とかおしゃれが大好きな子だったので、もちろんそういうことも欠かさず、だけど自分でこれはやる、こういう関係は断つとか、自分でそういうことをしっかり決めて目標に向かってまっすぐ進むんですよ。何かなりたいこと、なりたいもの、やりたいことがあるんだったらそれだけに集中する、それだけに集中して楽しむ、もう余計なことは考えない、難しい手も考えない、もう自分の武器、例えばこの子だったら美容だとかファッションとか、そういう風なものも武器になるから最大限に使うっていうのをすごく前向きな形で語ってくれた映画なので、すごく勉強になりました。その勉強だけでなくて、自分の好きなことに対しての、このまま好きでいていいし、それを成長させるのも一つだなっていうふうに思えた素敵な映画なので、ぜひ。2つ目の映画、 Mrs. Harris Goes to Paris、 放題はミセス・ハリス、パリへ行く。この映画は2022年なんですけれど、舞台は1950年で、おばあ様が主人公なんですけれど、職業は家政婦で、で戦争で旦那さんを亡くしてしまったんです。でもこの映画が教えてくれたのは、夢を持ち続けることの大切さ、夢を持ち続けて人に優しくすること。お金にも余裕はなかったし、もちろん旦那さんも亡くなってすごく心が沈んでいる状態だけれど、その家政婦の仕事を通してディオールの素敵なドレスに出会うんですよ。そこからね、彼女はディオールのドレスにすごく魅了されて、自分でもこれを着たいっていう風な気持ちになるんです。そしてそれに向かって人には優しく、自分に正直に一生懸命に目指すんですよ。題名にもある通りパリに行くんですけど、ディオールはやっぱりこうなんだろう、ラグジュアリーだから、お客さんもとってもハイクラスな方々で、でその中でミセス・ハリスはちょっと軽蔑されてしまうというか、ちょっと違う目で見られてしまうんです。でも自分が一生懸命稼いできたお金でついにここまで来れたんだからということで、残ってショーを見るんです。ミセス・ハリスはどん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 大きな壁にぶつかっていくんですけれど、それでもね、諦めないし常に希望を持って行動してるんです。それがもう本当にね素敵。今こうやって自分が悩んでることだとか、時間をかけてずっとどうしようどうしようって思ってることってなんだろうっていうふうに思えるし、何歳からでも夢を追い続けることって本当に美しいことなんだなって気づかせてくれた映画です。彼女はね、もう本当に自分が不利な状態にあっても、もう人に尽くすの、自分も嫌な思いをたくさんしてしまうけれど、結局回り回って自分に返ってくる。周りもね、その人柄にすごく素敵だなって思えるから味方になっていくし、年齢関係なく彼女のことをみんなが好きになっていって、もう彼女は本当に素敵な人生をこれからも送るんだと思います。こういう風なおばあ様になりたいなって心の底から思いました。3つ目、 The Hunchback of Notre Dame、 ノートルダムの鐘。これはディズニーの有名なアニメーションだけれどね、本当にいい映画だと思う。大人になってから初めてこの間
見てみたんですけど、なんだこの映画は。でこの映画は原作がもともとあるんですけれど、やっぱりこうアニメーションになって可視化されるとすごく心に響くというか、まあ、音楽も歌も映像も本当に素敵なの。でもそれに加えて内容、梶本っていう主人公がいて、ノートルダムの鐘の建物の中に閉じ込められるというか、まあ、ここにいなさいと言われていて、容姿を見にくいとされる主人公で、ハンジのフロローっていうディズニー一のヴィランと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい本当にひどい人なんですけれど、まあ、その人のせいで、まあ、そのね鐘の外には出られず、ずっと自由を夢見て生きてきたんです。でそこで出会うのがジプシーのエスメラルダ。彼女はジプシーっていう立場からいろんな人からこう軽蔑されてくるし、そのフロローからもすごく嫌な目で見られる。だけれど彼女は自分を貫いて自由でいることを本当に大切にするし、自分をしっかり表現する女の子だったんです。でその子と梶本が出会ったことで友情を知るんですよ。今までその友情なんてものもなかったから、自分の運命をそこからどんどん変えていくような冒険に入っていくんです。この映画がどういうふうに私の考え方を変えてくれたかっていうと、私は自分にね不満を持ってたりしたんです。もうちょっと歌が上手だったらとか、もう少し肩の形がこうだったら、爪が綺麗だったらとか、そういうふうなことを現状をちょっと不満に思ってたところもあったんですけれど、この映画を見てすごく恵まれてるなって思えたし、自由にできるっていう選択肢があるっていうことに気づけて、今をとことん楽しんでいきたいなって思えるようになりました。すごく素敵な映画。4つ目、マン・カード・アロン、ホットという男。私の大好きなトム・ハンクスっていう俳優さんが演じている、とても素敵な映画です。結構最近の映画で、まずこの主人公オットーは、まあ、街ですごく嫌われ者で、何を見ても説教するし、何を見ても文句を言うような人なんですけれど、表現の仕方が強い、言い方が強かったりするから、みんなちょっと怖がってたり、あまり仲良くできなかったりする。でもご近所さんにある夫婦が引っ越してくるんです。そこから夫が少しずつ変わっていくんですよ。私の感想としては、こう自分って強く強くいなきゃいけないってすごく考えてたんですけれど、この映画を見てから人に優しくすることの意義みたいなのをすごく上手に伝えてくれて、もちろんね自分の人生は自分が主人公だから、すごく自分を大事にしなきゃいけないんですけれど、おせっかいでもいいから人に何かしてあげるっていうことで、その人が生きる理由になるかもしれない、それが誰かに生きる力を与えてくれるかもしれないっていうことに気づかせてくれました。生きるっていうことについて、タイミングがまあ遅かれ早かれ気づけるかによって、人生ってすごく大きく変わっていくなってすごく感じまして、夫は時間をかけてそういうことを学んだけど、映画を通して私たちに伝えてきてくれたから、もうこれは本当いろんな人に見てほしいなって思いました。次、5つ目、ラピュタで Blue is the warmest color。 放題はアデル、ブルーは熱い色。フランス映画なんですけれど、実は私はこの映画で大学の卒論を書きました。本当に大好きな映画で、私が自分は何なのかとか、アイデンティティだとか、何をこれからしていけばいいのかっていうことを迷っていた時にすごく助けてくれた映画でした。アデルっていう女の子が、まあ、恋するエマっていう子がいるんですよ。エマっていう子は青い髪を持っていて、二人は恋に落ちて、そこからまあ幸せなことばかりじゃなくて、アデルは今までストレートの男性と付き合ってきたんですけれど、彼女はそこでもなんかこうパッとするものがなかったんですよ。でそこでエマに出会って恋をして、だけどそれが初めての経験だったから、どういう風に接したらいいかとか、どういう風に周りに振る舞ったらいいかとかもよく分かってなかったんです。アデルはどんどんエマからいろんなことを学んでいくけど、アデルは自分が何なのかまだよく分かってない。サルトルの実存主義っていうものがあるんですけれど、人間は決められた運命で出てきたわけではなくて、自分でどうありたいか、自分は何者なのかっていうのを自分の選択によって決めていく、人生を作り上げていくものだっていう風なメッセージがすごく強くて、うまくいかないことも悩むこともたくさんあるけれど、決められたレールはないから、自分が作り上げていく、そうだって分かった時にぶち当たる悩みとか葛藤みたいなのをリアルに描いていて、すごいシーンはいっぱいあるんですけれど、映画としてすごく美しいし、特にこう自分
がどういう風に生きたいかとか悩みがあるとかっていう方にぜひ見てほしいなって思える映画です。で、6つ目、 What a Little Beauty、 素晴らしきかな人生っていう放題なんですけれど、主人公はウィル・スミスが演じているんです。経営者でみんなにモチベーションを与える立場だったんです。途中でね、娘さんを亡くしてしまって、そこからすごくこう落ち込んで全く別人のようになってしまうんです。だけど愛と時間と死について、この3つについて、その全く知らない人たちだった3人が擬人化して主人公の前に現れて、愛とはこういうものだとか、時間とか死はこういうものだとかっていうのをすごくこう一生懸命伝えようとするんです。で、ウィル・スミス演じるその主人公を立ち直そうというか、少しでも前向きに生きさせてあげようとする姿が見られるんですけれど、とにかくこの映画にはもう本当に名言がたくさんあって、 Just make sure you noticeちっちゃい幸せに気づけるようになりたい。嫌なことがあって、すごく辛いことがあっても、小さなことでも喜びを自分で見つけていく、少しの奇跡をすごく大事にしていくっていうのを、その主人公も周りのその3人が助けてくれることで少しずつ気づけていくし、周りの人たちも辛いことがあるけれど、そういう風に前向きになるヒントを与えてくれるんです。私たちに小さい喜びに気づけていけるっていうのは、辛いことがあっても毎日を少しずつ明るく前向きに生きれるようになるとすごく感じました。なので、この映画をきっかけにそういう風に世の中を見ることができる人が増えたらなとすごく思うので、ぜひ見てほしいです。ようやく最後、7つ目、パッチ・アダムス、トゥルーストーリーっていう放題なんですけれど、これはもう本当に私が大事にしたい映画の一つです。ロビン・ウィリアムスさんっていう大好きで素敵な俳優さんが主人公なんです。実話に基づいたお医者さんのお話なんですけれど、患者さんにはユーモアが一番効くんだっていうことを信じ続けて、自分のキャリアとかこう年齢とかを理由にしないで、一生懸命とにかく患者さんを笑わせようと努力する、すごく素敵に描かれているんですよ。大学に通っていろんな批判壁はあるけれど、正しいと思うこと、いいと思うことをすごい優しい心で、広い心で一生懸命に過ごす。で、そうするとやっぱりこう周りも応援したくなるし、いろんな人から信頼されていって、愛されて、いろんな人にいろんないい影響を与えていくんですよ。私はもう19、18歳とかの時から自分の年齢についてすごくこう不安に思っていて、将来どうなるかとかすごくそういう考えがあって、でもそんな時にこの映画を見たことで、もう何歳からでも新しいことを始められるし、何歳からでも自分のいいと思うことを、自分が正しいと思うことを誠実に正しく貫い、そして周りの人も大事にして愛を持って生きていくことで、自分だけでなくいろんな人にいい影響を与えられるっていうことに気づきました。自分が今こうやって焦ってどうしよう、ずっと焦っているんではなくて、普通では考えられないような、普通では受け入れられないようなことでもいいから、自分を信じて進んでいくっていうこと、そのことにすごく勇気をくれた映画です。はい、ということで以上7つ、私のおすすめの映画、もう本当に私が大好きな映画ってたくさんあるんですけれど、その中でもこう前向きになれるような、広い心で世の中を見られるようになるような映画をご紹介しました。本当に心からいいと思う映画、私がそう思った映画を集めたので、ぜひぜひ一つでもいいから見ていただけたらとっても嬉しいです。勉強もだし、その将来どうやって生きるか、今自分がどうあろうかっていう悩み、カットを考えすぎる時、そういう時にもすごく役立ってくれた、助けてくれた映画だし、心が優しくなれる。その他にもいろんな考え方についておすすめの本とか動画も作ってみようかなと思うので、ぜひまた続けて見ていただけたらとっても嬉しいです。ということで、久しぶりにこんな好きな映画を詰め込んで話したから、すごい幸せな気持ち。私の大好きな映画もいっぱいあるので、またどこかでお伝えできたらなと思います。もし皆さんのお気に入りの映画、前向きになれる映画もしあれば、コメント欄で皆さんにシェアしていただけたら嬉しいです。私も絶対に見るので。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。 I will see my next video。 バイ。ディズニーで被っちゃうかなって思って言わなかったんですけど、ソウルフルワールドも有名ですけど、すごくいい映画なので、もぜひ機会があればぜひ